皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも私です。僕の夏休み2、続きやってまいりましょう。今日は24やね。で、今日はラジオ体操に参加できるはずやから、ラジオ体操参加しながらお話ししましょうか。今日の目標はまず、まあ、いつもの朝のルーティーンをこなしました後、狼じじいのところに行って、幼兄ちゃんのロケットの破片を探そうかなと思ってます。多分ね、一つエリアが解放されるごとに一つロケットの破片が落ちてるのではないかっていう予想なので、一旦それを探すのと、まあ、あれやね、A ボタン連打しながら歩き回るんやけど、まあ、それをするのと、あとは安田さんっていうのが来るんじゃないかな、今日って思うよね。さっき、男のお客さんに止めてくださいって来たの。でも満室だから断ったら。どこ泊まるん？じゃあテントを持ってきてるから海岸に行っていいですかって。これや。海岸？どのあたりだ？公園の下。え、あんなとこ？石を浴びしたら危ねえだろ。でももう張っちゃったやの人。しょうがねえな。しょうがねえな。で、偵察部隊は？嵐が来ない限りはギリギリ大丈夫なとこかな。どこかな？じゃあいただきます。あそこ？いや、私さ、秘密の砂浜に張るんかなと思ってたらめっちゃあそこ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。確かにちょっとなんかここ泊まられへんって言われたらさ、どこ泊まるんやろって感じやんな。あ、あんた知り合いちゃうの？そろそろ尻尾出してくれないかな。え、なんの？タヌキなのかキツネなのか、とにかくわからないんだよね。金塊見つけたけど私。あれは？タヌキなのかキツネなのか、とにかくわからないんだよね。てか水着でここってどうなん？海水浴場の近くのさ、飲食店とかでもさ、水着で入らないでって書いてたりするやんか。いいの？これ水着。待って、朝のルーティーンからや。気になるけど。浜辺もめちゃめちゃ気には。てかこの車この車もさりとてやでな。待ってよ、まず幼兄ちゃんのとこ行きます。あ、お兄ちゃん悩みがあるんだって。何？こら、また変なこと言って。ごめんなさい。どうしたの？いやね、俺がもしうちの民宿を継がなきゃダメになったらどうしようかと思って。え、継がなきゃダメ？実は俺時々民宿の掃除とか手伝ってて思うんだけど、こういう仕事自体は別に嫌いじゃないみたいでさ。まあでもどうやろね。実は俺一回ちょっと都会出てみたら、多分ずっとここにいたらどっかのタイミングで都会に出たいって思っちゃって鬱憤が溜まるかもしれないから、一回都会に住んでみてから戻ってきたら田舎の良さがね、再認識できたりして骨を埋める覚悟もできるかもしれないって私は思うけど、どうだね。陽君の受験勉強、だんだん弱点がはっきりしてきたな。とにかく物理と科学、そして数学は天才的ね。その代わり国語と社会、おまけに英語の点数は目も当てられないよ。確かにそうね。僕大丈夫かな？どうなんだろう。じゃあちょっとだけおまじないに頼ってみようか。おまじない？うん、そうよ。陽君、演劇部の顧問をやってたダンディ相原って知ってる？ダンディ？国語の先生？そうそう、あの先生に教わった受験のおまじないなんだけど、まずは目を閉じる。はい。そしてバラ色の高校生活が始まってとびっきり幸せになった自分を思い浮かべるの。うんうん。で、最後に胸に手を当てて合格合格って唱えるの。え、それだけ？うん。あれ？それおまじないっていうか。かなりね。ああ、そんなこと言うんだ。でもね、私みたいにネクラな天の弱は何でも否定する方向で考えちゃうから、おまじないもひっくり返して否定の形で唱えるんだって。え、どういうこと？どういうこと？合格するじゃなくて落ちない落ちないって。
それおまじないっていうかさ。じゃあ僕も安子ちゃん方式で止めようかな。気休めすぎ。まあ、でもヨーニーちゃんって好きなものにはめちゃくちゃ集中できそうなタイプやから、多分将来的に何かしらの形で科学者になるとかなりたいとか、ロケット打ち上げる仕事に携わりたいとか、そういう話になるんやとしたら、多分英語ってね、いやおうなしにせないかんものになってくるやろうから、まあ覚えるんちゃう、そのうち。そういうちょっとなんかふんわりした感じでお届けになっちゃうけど、よし、じゃあ探すか、ロケット片っ端からね。待って、時間見よう、時間、ちょっと待って、時間で考えようね。12時声出すとちょっと考えない、考えない、ちょっと待ってよ。でもさ、だいたいこういうのってさ、落ちてんの見えるもんね。幸の巣の近くはちょっと行ったらあかんねんけど、見えてたもんね。こっちかな。あ、もうちょ、もう、ザリガニ。あ、待って、あ、これ待って。これ、ないよな。ザリガニやんな、これ。あった。で、ここ開くんや。やった。あ、そうやろ、ザリガニやろ。あ、でかない、このザリガニ。あ、でか。待って、まあでかいザリガニ捕まえた。よしよし、よかった。あ、ここか。今ちょっと嫌な予感してんな。あそこ切って開いた時に、あれ?と思って。ここ開くんやっていうのと同時に、まさか。おっちゃんは、あ、おっちゃん、小屋の中おるわ、今日珍しく。今日は働かないの?おいおい、働かないって、人聞きの悪いこと。休憩中やんな。今日は炭を冷ます日だから、おいらも一緒に休んだんだよ。そうなんだ。そういうこと。ここで寝泊まりしてんの、ね、それにしても、もう夏も終わりだね。なんつったって、秋のトンボが飛んでるよ。あら。そうだね。もう秋のトンボ捕まえられるのじゃ。ねえ、なんでオオカミジジイはオオカミを探すのやめちゃったの?え、そうだな。まあ、大した理由はねえんだけどさ。うん、教えてよ。うん。あれは今よりもう少し季節が進んで、何もかもが秋になった頃のことだったな。え、もわ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 。え、何このムービー。いや、自分が追い詰めて、狼らしきものが落ちた崖の下を何週間も血眼になって探したよ。でも、やっぱそういうことか。見つからなかった。死んじゃったの?知らねえよ。でも、虚しくなった。だからやめた。奴らに関わっていくことをすべてやめた。それだけだ。そうなんだ。奴らは今でもそこら中にたくさんいるよ。でも、住んでる時間が違うんだ。だからオイラたちの目では永久に見られなくなったんだ。追いかけた狼が崖から落ちて死んじゃったかもしれないのか。狼と住んでる次元が違うっていうのはどういうこと？それは多分オイラたちの住んでる世界とオイラたち自身が変わりすぎたってことだ。変わりすぎたっちゅうことじゃ。狼と、まあでもなんで狼を追いかけてたのかなっていうのはちょっと気になるけど、まああれか、狼に何か見せられるものがあったのかな。で、追いかけてたら結果的に殺しちゃったと。そんなにも好きやった狼やったのに。で、あの、今奥に見えてんのが今更やけど、あれが高速道路ね。まあ、山の中ぶち抜いてるからさ、島の反対側とこっち側をつなぐ道路なんかなって感じはするねんけどね。ただあの道路どこつながってんねやろ。こっち側全部海やしね。あ、またヨーニーちゃんにこれ届けて、で、その足で砂浜のテント見に行こっか。
あったよーっつって。ねえお兄ちゃん、僕こんなものを見つけたんだけど。え、なになに？うわ、これ保持ロケットのバルブじゃないか。何個あんねやろ。すごい。あ、三つか。これで三つとも揃っちゃった。僕はなんて幸せ者なんだろう。三つね。バルブを見つけてくれたお礼と言っちゃなんなんだけど、この三段目のロケットに君のサインを入れてくれないかな。サイン？でっかく名前を書いてってこと。名前を？うん。燃料の配合バランスやその他諸々のコツが分かってきたら、この三段ロケットを打ち上げてみようと思ってるんだ。これに名前を書いたら僕の名前が宇宙を飛んでいくってこと？本当に宇宙まで上がると思う。あー、こんなちっこいの上がる？私はちょっとドキドキしながら太い油性ペンで自分の名前を大きくしっかりと書いた。こんなん宇宙まで行く？動力源何よ。だってあんなちっこいのやろ。あんなちっこい中にエンジンとか、エンジンで飛ぶんかな。何で飛ぶんやろロケットって。あんなちっこい中にそういったもの全部詰め込めるもんなんかな。あれ飛んだらすごいけどね。超すごいと思うけど。まあ、陽兄ちゃんならなんとかすんのかな。安田さん見に行こう。もう勝手に安田さんやと決めつけてるけど。安田さんやろ。あ、おばちゃん、あ、珍しい。今日おばちゃんあそこにおるわ。見てんねやろな、多分テントの。あれ？あれ？あ、これ、ここここかいな。よりにもよって。何者？え？いやちょっと秘密。こういうわけじゃなくて、ただ海が好きで遊びに来てるだけなんだけど。一人で来たの？うん。でも、先に来た知り合いの女性がそこの民宿に泊まってるんだ。よしか姉ちゃんやん。お兄さん、女子大生が好きで追っかけてきたんでしょう。え、何？誰、その女子大生。スーパーのお兄ちゃんだよ。ああ、なんだ。って、そういうわけじゃなくて。僕たちは親友だろ。え、いつから。だったら隠し事は良くないよ。なんか、えらいこの人に対しては強気やな。どうして分かっちゃったんだろう。いいかい、このことは絶対に秘密だよ。うん、誰にも言わないよ。まあそういうことにするんやろうな。いいかい、絶対に秘密だよ。うん、大丈夫。僕口が固いので有名なんだから。そうね。まあ私基本的に口は固いけど、おもろいなと思ったら言っちゃうかな。誰も傷つけないな、おもろいなと思ったら言っちゃうかもしれん。それ以外やったら今言わんっていうか忘れるかな。あ、そんなん聞いたっけ。逆になんかそっちで怒られるかも。前言ったやんみたいな。え、そうやったっけって、そっちで怒られることはある。僕くん、今日来たテントのお兄ちゃんに、あんまり海の近くにテントを張っちゃ危ないですよって教えてあげてね。部屋どっか入れたったら。まあ台風が来てるわけじゃないから死んじゃうことはないかもしれないけどね。まあでも、あそこ沈むってなったら、ここに止めてる船とかも危ないわけやし、ある程度ね、みんななんとなーく目の端には入れてるんじゃない？船どっか行っちゃうもんね。流されちゃって。今日も暑いわね。僕くん、遊びに夢中になって熱中症になっちゃダメよ。なんだそれ。暑い日に体温が上がって具合が悪くなることよ。子供は大人に比べて体の体温調節機能が未熟なの。症状が出たら風通しが良くて涼しい木陰や室内で静かにするのよ。静かに。水分をたっぷりとってね。あと濡れタオルで冷やしたり、うちわで風を送ったりして体温を下げることも大事なの。意識がなくなったり症状が重い場合はすぐに病院に運んで手当てしてもらわなきゃいけないのよ。そこまで行った場合の手当てって何するんやろね。結局病院でも
同じようなことするだけなんじゃないかなって思うんだけど。おじいちゃん、奥さんとどこで知り合ったの？家内は塩立の駅前カフェで女給をやっとった。わしゃ一目惚れ。塩立。へえ。大正時代の話じゃ。笑わんでくれよ。肩揉まされるかな。ああ肩叩き。ああもういいです私。もうお小遣い間に合ってますんで。コツコツ貯めたお小遣いを光にミルクおごったろかなと思ったら、この人自分で牛乳飲んじゃったんで。もう諦めました私。あげれないんやなって。買ったらその場で飲むタイプなんやなって。この人。谷口のおっちゃんって昼間どこ行ってるんやろね。光に聞いてみるか。なんか情報知ってるかもしれん。情報屋やからな。ね、夕方に吉香姉ちゃんの部屋。そうやな。夜か。え、夜って言ったよな。あ、待って。夜って書いてないな。今行ってもいいんかな。あ、夜の公園にお姉ちゃんたち。夜にもテント行けんのか。んなら、ちょっと吉香姉ちゃんの部屋行ってみるか。ちょっと何時？1時ね。ちょっと吉香姉ちゃんの部屋行って。なんかちょっと日が傾いてくるっていうか、多分これ今2時ぐらいやもんな。太陽が一番高いところに上がってる時やから。日差しが暑そう。よいしょ。最近ね、おっちゃんもここ座ってるからな。ほら。おっちゃん涼んでんね、最近。ねえ、おじちゃん。おじちゃんはもう大工の仕事には戻らないの？まあな、もう10年以上前に辞めたんだぜ。しかも、また何かの拍子に高いところが怖くならねえとは限らねえし。やめとき、大工危ないから。俺には奥さんも子供もいるのよ。だから、いくら自分が好きなことでもそれで食っていけるかどうかわからない世界に戻るわけにはいかねえのよ。この民宿だけではやっていかれへんのかな。俺にはこの民宿だけではやっていけないか。だって部屋3つしかないもんね。しかもさ、食事とか全部自分でやってね方式やからさ、多分大した金額も取ってないと思うのよな、この家、この宿。しかもこの部屋の広さやったらさ、家族で泊まるのも、あ、おっちゃん珍しいやん、昼間おる。家族で泊まるのも無理やん、これ6畳ぐらいやろ。今日新しいお客が来ただろう。うん、でも満室だから断ったんだって。どんなやつだ？男の人。この人追われてんのかな、もしかして。もしかしたら。いや、てか多分この人追われてんのやろなみたいな感じは吉香姉ちゃんの雰囲気から察するけど。この人が金塊沈めたとかなんかな。あれ、こうやって見てる限りはね、なんかそんな悪い人じゃなさそうに見えるけど。寝てる？ここで波の音を聞いてると私の田舎のことを思い出すんだ。それはどこなの？私はオーストラリア人なんだけど、シドニー郊外のマンリという海沿いの町で育ったんだ。どんなところ？ここより人が多くて、でもちょっと似てるところがある。どこが似ているの？やんちゃな子供がいっぱいいるところかな。よくお腹が空いたら海に潜ってカキを取って食べたよ。
寒い時でもね。この人でもこれで生計立てれてるんやろな。たまーに都会のなんか編集者とか行って絵打ってみたいな感じかな。生活。はあ、なんか虫相撲しても見たけどさ、なんかあれやわ、一日一試合しかできへんわ。多分何試合かする方法あるんやろうけどな。まあ多分あの弱いの出してくれって書いてるから、彼らが弱いの出してあげたらいい気になってどん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 虫出してきて何試合もできてやと思うねんけど、なんかもうその挑戦も難しいな。ん？あ、待って、間に合うかなこれ。待って、よしか姉ちゃんの部屋に昼間行くの忘れててさ、夜に行くんかな、夜で大丈夫かな。多分その安田さんイベントが多分あると思うから。怖いよー、晩ご飯呼ばれそう。ちょっと待って、何時今。ギリか。あ、今日こっちおるやんこの人。あれ、お姉さんここにいたんだ。こんにちは。今日も綺麗な夕日ね。うん、でも毎日同じだね。そうだね。仕事終わった後、お姉さんは子供の頃東京の本郷に住んでたんだけど、仲の良い友達がいた高段のアパートから毎日夕方になると富士山が見えたんですよ。ん？夕日に照らされた富士山のシルエット、東京のど真ん中から毎日見えるなんて結構すごいでしょう。そうね。てか多分あの船6時に出るから、6時までの間暇つぶすんやろな、ここで。ねえお姉ちゃん、お姉ちゃんはなんで歌を歌わないの？え？だって歌詞がない曲を弾いてんだもん。そうかな。どういう意味よ。音痴なんでしょ。ひどい。もう金輪際小学生の前では歌ってあげないんだから。歌うまいの？もちろん。ほんま？どのくらい？私の歌声に聞き惚れた太陽が水平線に沈むのを忘れて危うく月とぶつかりそうになったこともあったかな。ロマンチストやね。そうなんだ。うん、そりゃもう大変だったんだから。でもはっきり言って子供に聞かせるような歌は持ってないよ。がっくし。何？ただし君がこの夏休みもうちょっと大人になれたら少しだけ歌ってあげてもいいかな。何？え？それってどうすればいいの？知らないよ。自分で勝手に成長しな、少年。なんか子供に聞かせられないような歌詞なんかな。エロティカセブンとかかな。僕早く大人になりたいな。うん。そして君には輝くしい未来が待っている。せやな、なんかどうやら私もさ、トータル大人でいいかなって思うわ。最近は。なんか子供のままでいたい気持ちもあるけど、でも結局なんか大人ある程度自分でお金好きに使えるというか、まあね、それはやっぱ稼がないかんことなんやけど、自分で稼いだお金で自分が好きなようにできるような年齢になってからの方が私は楽しいかな。いいかい？絶対これは変わらねえな。飯だぜ。はい。怖いんですけどそれ、いつも何回も言うけど。いただきまーす。いただきまーす。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よし、じゃあよしか姉ちゃんの部屋を見に行きましょうか。じゃあまず、ヨシカ姉ちゃんの部屋のぞ、あ、待て、谷口のおっちゃん見よう。おじちゃん、今日もお酒飲んでるの？そうだ。ねえ、この隣の部屋の女子大生と話した？うん。あっちから来て、いろいろ聞いてった。近頃の若いやつにしては珍しく、ちゃんと人の目を見て話をする女だった。
あんたや話するとき目見てないの、僕くん見てみ。でもあの目、おじちゃんちょっと怖かったんだ。なんで？ん？おじちゃんやで、目見てへんの。僕くんつぶらな瞳をまっすぐに向けてるやん。部屋いるかな？あっちかな？サイモンとかいるわ。あ、いないわ。昼間に来ないといないんかな。あれ？え、ちょ、さっき台所におったやん。なんか安田さんが相手だと海辺でも全くロマンチックな気持ちにならないな。え、さっきあんた台所でキュウリでむさぼってたやん。何これ。こういうのって相性がいいのかな、それとも悪いのかな。好きな。ねえ、お兄さんはどこから来たの。横須賀だよ。何をやってる人なの。適切な回答をせねば。公務員かな。公務員。あれ、わかんないか。公務員というのはみんなや社会の役に立つ公共の仕事をしている人なんだよ。お兄さんってすっごい人なんだ。社会の役に立っているということに関してはお兄さんたちちょっとだけ自信があるんだ。たちね。ああ、なんかちょっともう想像ついてきたな。これ多分警察やな。そんな話？そんな話か？僕の夏休みってそんな話やったっけ？吉香姉ちゃんってもしかして女子大生じゃなくて刑事さんかな？で、安田さんも刑事さんで、で、谷口さんを狙ってんのかな？僕くん、龍座って知ってる？知らない。でもなんだかかっこよさそうな名前だね。龍座。確かそうでもないのよね。うん。神話ではさ、ヘラクレスにあっけなく退治されちゃうんだ。足で顔を踏みつけられてね。なんだ、ずいぶん弱っちいんだな。数年に一度、その龍が鳴いたように星座の頭あたりから流星の雨が降るんだ。ジャコビニ流星群って言うんだけど。そうそう、確か3年前に来るって言われてた時は結局見られなかったのよね。なんか知的な会話な気がする。僕も見てみたいな。ジャビンの交流なんとか。ジャコビニ流星群だってば。なんか高度な会話やな。あ、また見張ってる。見張っといてな。ねえ、あ、そっちか。もう見張ってないの。あー、明日もテントか。え？あ、そうか、びっくりした。夜にじゃないな、昼間にな。炭焼き小屋まだ出る。昼の診療所。なるほど。ちょっとじいちゃんが最近寂しそうにしてるやんか。安子姉ちゃんも家おらんし、前まではさ、そこのサンルーフみたいなところでゆっくりしてたのによる。あ、何してんの。最近夜になると安子とようが公園のところで話し込んでおるようじゃが、若い者は若い者同士で惹かれ合うのは当たり前なのかの。そうやね。ねえじいちゃん、ここの公園っていつくらいからあるの。え、もうずいぶんと昔からじゃが。どのくらい。わしの家内はここで生まれたのだが、彼女に聞いたところ、戦前はずっとあそこには魚の加工場があってからすみを作っておったそうじゃ。からすみ。ボラの卵巣を塩につけたものじゃよ。それじゃあボラ子って言うんじゃないの。カラスミは秋の終わりに採れたボラから作るのじゃ。ちょっとあの BGM うるさい。だから近傍の村々の漁師にとって夏は少々暇な季節じゃの。
ちょっとあの、安子姉ちゃん、音楽かけたまま出んのやめてくれる？これ、うるさいねんけど結構。ねえ、じいちゃん。てか、そうか。ここはじゃあ、おばあちゃんが住んでた島なんやね。あれ、もう、あ、時間になっちゃった。さあ、ぼくくん、絵日記書いて、おやすみなさいしましょう。思いがけず。おばちゃん、おやすみなさい。今日はどれ書くんやろ。なんか書くこといっぱいあるやんって思っても書かへんことあるからな。あ、ロケットに僕の名前を書いたんだ。これで僕も世界征服、宇宙に進出できるかな。ボークって書いたんや。そこはコウタロって書いてほしかったわ。